福島駅は福島県福島市栄町にある東日本旅客鉄道、阿武熊急行、福島交通の駅である。JR 東日本の新幹線、在来線各線と阿武熊急行の阿武熊急行線、福島交通の飯坂線が乗り入れている。かつて1971年4月12日まで。 福島交通班万道線が現在の福島駅東口前に乗り入れていた。JR 東日本の駅に乗り入れている路線は、全路名称上は東北新幹線と在来線における東駅の所属線である東北本線、東駅を起点とする大羽本線の3路線である。また、当駅は東北新幹線から大羽本線に直通するミニ新幹線である。 山形新幹線の分岐駅となっている。大雨本線は新幹線と同じ基間である 1435mm の標準期に改め期されており、期間線6 7 m m の東北本線との直通が不可能となっている。この大雨本線の標準期区間には在来線としての愛称として山形線が設定されている。 福島駅周辺の空中写真国土交通省国土、シリーン地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成在来線は地上駅、新幹線は高架駅である。改札口は4カ所にある。在来線側の駅正面に当たる東口と、新幹線側に当たる西口、及びエスパル福島店の2階から、東西連絡通路へ出入りできる、エスパル改札口、 在来線一番線ホーム北側から福島交通、阿武熊急行改札口へ行ける連絡改札口がある。なお、新幹線本コースには2014年3月1日より再生可能エネルギー情報館が設置されている。2014年9月26日に JR 東日本が同年10月より当駅の駅舎改築とエコステの導入工事に着手することを発表した。 駅舎は2015年3月20日、エコステは同年4月5日にオープンしている。事務官コードは23万1017を使用している。直営駅である。以前は管理駅として、東北本線の杉田駅海電駅間の各駅、及び大湯本線の笹木野駅赤岩駅間の各駅を管理していたが、現在は自駅単独管理となっている。 在来線ホーム乗り場新幹線ホーム乗り場標準機配線図福島駅鉄道配線略図を表示するには右の表示をクリックしてください改札口東口西口エスパル改札口 JR 一番線北側に東端式ホーム一面二線を持ち東側を福島交通飯坂線西側を阿武熊急行線が使用している 改札口は2社で共同で使用されている。JR との連絡改札口があり、簡易水下改札機が設置されている。阿武熊急行線は当駅から矢野目信号場まで東北本線の複線区間を走るため、JR との直通運転が可能な構造となっている。かつて存在した郡山方面への直通列車は、JR 一番線発着であった。改札外には、 福島交通窓口、阿武熊急行窓口、自動券売機、トイレがあり、改札内には、簡易水化改札機、自動販売機、ガシャポンなどがある。なお、アンノキューは、無人駅と月の木駅からの乗客向けに、規格乗車券は、到着時に改札口に申し出ると窓口で購入できるようになっている。ウェルネス博用券が、新幹線改札内で販売する。 主な駅弁は、下記の通り。1935年度及び2000年度以降の推移は、以下の通りである。東口は、館長、金融機関、商業施設や、宿泊施設などが立ち並ぶ昔からの繁華街である。しかし、駅周辺の商業ビルや、商店街では、起店舗が目立ち、中心市街地の空洞化が顕著である。ここ数年は、 地下の下落などによって高層マンションの建設が盛んである。西口は東北新幹線が開通してから開設され開発が行われた地区である。昭和50年代後半ぐらいまで昭和製紙や屋協産工業などの工場が現在の西口駅前に立地していた。2000年代以降高層マンションやビジネスホテルなどがいくつか建設された。 東口から西口へ直接移動したい場合は、駅構内の地下を通る東西自由通路を利用する。東西連絡通路は改札内であるため入場券が必要となる。商業施設宿泊施設その他、個人経営やチェーンストアの飲食店が駅前に多数立地している。その他道路、発商業施設宿泊施設その他道路、橋路線バスは、 福島交通が記載されているすべての路線と JR バス東北が副路線を運行している。1番ポール、2番ポール、3番ポール、5番ポール、6番ポール、7番ポール、8番ポール、9番ポール、10番ポール、11番ポール、12番ポール、あずま総合運動公園内でイベントが行われる場合に臨時バス乗り場が西口に設けられる。2011年3月11日に発生した 東北地方太平洋沖地震によって福島駅は大きな被害を受けた。各路線も地震発生直後から運転を中止した。西口駅前モニュメント、西日本旅客鉄道にも福島駅があるため、切符の駅名は福島と表示される。2008年に新型の自動券売機に入れ替わってから近距離乗車券や入場券など一部の切符では福島ではなく、 福島と表示されている。戸籍有事生誕100年を記念し、戸籍有事生誕100年記念モニュメントが2009年8月11日、東口駅前広場に設置された。このモニュメントは戸籍が愛用していたハモンドオルガンを演奏する姿を再現したもので、午前8時から午後8時までの1時間おきに、栄冠は君に輝くや、長崎の鐘などのメロディーが流れる。同日、 1982年に設置された西口にある駅前モニュメントからも古跡メロディーが流れるようになった。大宇本線の東駅米沢間には最大勾配38パーミルの板や峠が存在するため太平洋戦争後の1949年には直流電化されていた。しかしその後黒磯伊北は交流電化を採用することになり、 1959年12月の白川東駅間交流電化に際して、東駅構内での大府本線との公直接続が問題となった。黒磯駅に比して広大な構内と複雑な配線を持つ東駅では車上切り替え方式がまだ実用化されていなかったこともあり、駅構内への地上を切り替え設備の設置は断念された。構内はすべて交流電化とし、 大宇本線上の800メートルには坂寄りの福島第二機関区付近に地上式の公直切り替え設備中川切り替え所を設け、ここで機関車交換を行うこととした。なお中川切り替え所の設置にあたっては、従前に直流器用機関庫の南側に沿って、付設されていた本線を北側に移設の上、その北側に交流器用機関庫を新設した。 1968年10月に実施されたダイヤ改正によって、当駅米沢間が交流電化に転換されたのに伴い、この硬直接続設備は役目を終えた。注釈出展報道発表資料新聞記事、JR 東日本阿武熊急行福島交通。ありがとうございます。